奉公をしているおみつのところへ、田舎の母親から小包が参りました。開けてみると、着物が入っていました。そして、母親からの手紙には、さぞ、お前も大きくなったであろう。そのつもりで塗ったが、体によく合うかどうかわかりません。届いたら、着てみてください。もし合わないようでしたら、夜分でも暇の時に、直してきてください。と、書いてありました。おみつは、自分の部屋に入って、お母さんから送ってきた着物を着てみました。田舎にいる時には、お正月になっても、こんな着物を着たことがなかったと思いました。自分だけでなく、村でもこんな美しい着物を着る娘は、なかったのであります。彼女はしばらく自分の姿に見とれていました。ちょうどそこへ、坊ちゃんが外からタコを取りに入ってきて、おみつの様子を見たので、みつ、それを着ると、なんだか田舎の子みたいになるよ、と言って笑いました。おみつも田舎では美しいのであろうけれど、都ではみんながもっと美しい着物を着ているから、あるいはそう見えるかもしれないと思うと、急に恥ずかしくなって、なぜお母さんはもっと派手なのを送ってくださらなかったのだろう。わざわざ送ってくださらずとも、自分が好きなのをこちらでこしらえればよかったのに、と心で言いながら、着物を脱いで氷の中へしまってしまいました。晩になってお仕事が終わりました。彼女は自分の部屋へ入って一人になると、しみじみとして田舎のことが考えられました。氷から着物を取り出しました。村からあの峠を越して、母親が町へ出て、旗屋でこの反物を買い、家に帰ってからせっせと塗って送ってくださったのです。そう考えると、また幾度かこの縫いかけた着物を手に取り上げて、娘に会うかしら?と首をかしげて見入られたであろう母親の姿さえ、目に浮かんでくるのでした。おみつはお母さんの手紙を着物の上で開いてもう一度読み返しているうちに熱い涙がおのずと目の中から湧いてくるのを覚えました。せっかく送ってくださったのを気に入らないなど言って罰が当たるわ。そう思うと彼女は心からありがたく感じてすぐにお礼の手紙を書いてお母さんに出したのでした。ある日、おみつはお嬢さんのお供をしてデパートへ行ったのであります。そんな地味な着物しかないの?と、出で崖にお嬢さんがおっしゃいました。おみつは顔を赤くしましたが、心の中でお母さんの送ってくださったのを、たとえ地味でも、何の恥ずかしいことがあろうかと、自分を励ましていました。広々としたデパートは、いろいろの品物で飾り立てられていました。そして、そこはいつも春でありました。香水の匂いが漂い、南洋で木の蘭の花が咲き、美しい風をした男や女がぞろぞろ歩いて、まるで、この世の中の苦労を知らぬ人たちの集まりのようでありました。みつや、人がみんな、お前の風を見ていくじゃないの。そんな田舎風をしているからなのよ。みっともないわ。と、お嬢さんが言いました。これを聞くと、おみつは、まだ若い娘だけに、いくらお母さんが送ってくださったのでも、他の着物を着てくればよかった。と思いました。お嬢さんは買い物をして、その包みをおみつに持たせて、それから食堂に入って、おみつも一緒にご飯を食べ、コーヒーを飲んで休みました。そしてそこを出ました。みつや東北地方の物産の展覧会があるのよ。きっとお前の国からも何か名物が出ているでしょう。ちょっと見ましょうね。と言って、お嬢さんは先になって、その会場へお入りになりました。おみつも、その後からついて入りました。そこには、田舎で作られた織物とか、道具とか、おもちゃのようなものが並べられてありました。デパートの他の売り場では、
見ることはできないようなケバケバしくはないが地味で美しい面白みのある品物がありました。一つ一つ見て歩いていらしったお嬢さんは不意に足を止めて、ちょっとここに並んでいる反物はお前の国の町からなのよ。まあ三つや、この反物はお前の着ているのと同じでないこと、とお嬢さんはおっしゃいました。お三つもそれを見ると縞柄が少し違っているだけで全く自分のと同じ手織物でありました。つけてある値段を見てお嬢さんは二度びっくりして、まあ高いのね、と大きな声でおっしゃったので、そばにいる人たちまでが陳列された反物とお三つの着物とを見比べて、この女中さんはなかなかいい着物を着ているのだなと言わんばかりの顔つきをしたのであります。お三つはそれを知ると、初めて自分がいい着物を着ているのを知って嬉しかったというよりか、自分の故郷ではこんないい反物ができるということに誇りを感じたのでした。やがて会場から出るとお嬢さんは、ごめんなさい、三つの着ているのがそんないい品だとは知らなかったので悪口を言ってすまなかったわ、と言ってお詫びをなさいました。お三つはまた顔を赤くしました。しかし心の内では喜んでいたのであります。そしてお母さんを本当にありがたく懐かしく感じました。